どうも皆さんこんにちは。今日も面白い映像や放送事故を軽くいじっていこうと思います。はい、せーの、1日1星ブドウ。何かを頬張りすぎて喋れなくなる女子アナ。あ、なんか食べてますね。喋れなくなるってリハーサルちゃんとやってるはずだから中継ができなくなるみたいな、そんなことないと思うんですけどね。ん、あ、なんか食べてる。何食べてんの。こんばんは。もうほら、藤野がいっぱい入ってる。いつかよ。会釈したから最新の情報でも伝えてくれんのかなと思ったら、まだ藤野がいっぱい入っとるやん。こんばんは。これ何見せられてるんですかね、我々は。ちょっと、ステージ頬張りすぎてしまいました。でしょうね。もう少々お待ちください。なんであなたの食べ終わるのを待ってなきゃいけないんだよ。水とかないですか。失礼しました。皆さんも黙って恵方巻きは食べきってくださいね。なんだ、詐欺されたくない。宮根さん、モニターを破壊。アクシデント的な放送事故ですか。はい、さすがに声にモニター壊。え、これない、ちょっと壊れちゃうよ。モニター色変わって、なんかベジータの必殺技みたいになっとるやん。気に悪いんですかね。なんか嫌なことでもあったのかな。怪しい関係。怪しい関係ってなんすか。もしかしてつんくさんモーニングコーヒー試飲してた。いや、そんなことないですよね、さすがに。つんくさんに憧れたり好きになったりとか。好きになったりっていうのは分かんないですけど、でも憧れたりすることは普通にあるんじゃないですか。みんな一人一回は。ってことは一回は好きになった瞬間があったとか、そういうことなんですかね。やられてましたね。やっぱりつんくんモーニングコーヒー飲んどったやんけ。なんかそんなセキララに語って誰が得する。いや、この頃の辻ちゃんとカモちゃん12歳で、言葉じゃ13歳だよ。次生まれ変わったら高瀬さんになろうかしら。これは地下アイドルの人が街頭インタビューを受けてるところですね。100円ショップダイソー、マニキュアから発がん性物質。いい子。あの地下アイドルの子たちもそのマニキュア使ってたんですかね。安くて手頃でいろんな色もあって手軽かなと思って買ってました。わあ、危ないですね。発がん性物質含んだマニキュアなんか塗って体調悪くなったりした。バイオハザードの敵みたいになってるな。ドクジフェイクかそれ。でも決めて26じゃねえし、コーヒー決めに見積もっても40オーバー。魚の指方にガッツリ使って。それであなた年齢秘密って誰も興味ない。あなたたちアイドルっていうか、言っちゃ悪いけど呪いの人形みたいな。